大阪では、ダブル選挙が、近々行われます。22日の日曜日にですね、ダブル選挙、これは大阪府知事と、大阪市市長を選ぶわけです。でも大阪のことは、皆さんご承知のようにですね、都構想ということで、橋本さんが、維新の党を作ったということから、始まっているわけですけども、その後、いろんな意味でその、二転三転して、そしてもうその維新の党の中でも、ちょっといろいろあるんですけども、維新の党に対して以前はですね、自民党が対立していた、で民主党も対立し始めた、公明党もなった、もう今は共産党まで、つまり全ての政党がですね、もうアンチ維新アンチ橋本というふうになっております。でその結果ですね、今年の、都構想をじゃあどうするのかという、住民投票もですね、それこそ 49% と 51% ということで、ギリギリのところで、橋本さんが負けたわけですね。で今度、それも含めてですね、もう一回その、都構想をというんじゃないです。実はもう一度その二重行政、府と実は大きいですね、県と大きい市というのはその二重行政必ず問題が起こるわけですね。ちょっと歴史的な話になってしまいますけども、もともと東京府というのとですね、東京市というのがあったわけなんです。でそのやっぱり東京府というのと東京市というのがやっぱりその二重行政になってしまってですね、ほとんどの人口とお金を持っている東京市と、で面積は大きいんだけどもお金も人口もあまりないその東京府がもうややこしいから都っていうものにくくってしまったわけですね。でそれと同じことが大阪でもすでにもうかなり問題が前から起こってるわけなんですね。大阪府というものの中に大阪市という、人口とお金を持ったところ、それともう一つ堺市というものも実はその政令都市でですね、お金も人口も大きいわけですね。だからその府の中に2つの政令都市があって、そこに人口とお金が集中してる。でその他の広い部分には人口も少ないしお金も少ない。だからもう東京都と同じように大阪都構想にしようというのが、この話なんですね。で改善したいのはその二重行政による無駄、お金とかいろんな無駄をなんとかしたいということだったんですけども、それがですね今までうまくいかなかった、特にその自民党の反対でうまくいかなかった。そこでまた今度決選投票というか、ダブル選挙になったわけですね。でもちろんその二重行政を改善しないよということで、その自民党は候補を立てるわけにいかないですから、二重行政は改善しましょう。でただし都構想は反対しますということなんですね。で維新の党は二重行政を改善しましょう、その中で、首都機能移転ということもやっていきましょう。でその中の、一つの具体案として都構想もありますよという言い方なんです。でところがですね、自民党というか逆に反対連合なんですね。要するに維新の党以外全部ですね、今回不思議なことに共産党も含めて全部がその反対連合なんですね。でその反対連合は第一にはですね、二重行政の解消で、実はですね首都機能の移転も入ってるわけなんですね。でただ都構想は入ってないんですね。で言い方も都構想は住民投票で負けたでしょう、だからこれをもう一回出してくるのは良くないということで、自民党はもう一度言いますが二重行政の解消、そして、首都機能の移転、そして大阪を盛り上げる、だけど都構想には反対ということで、今回そこが対立軸なんですね。だから一番メインの二重行政の解消は一緒なんですね。で目玉として首都機能の移転も同じなんですね。でじゃあ維新の党はというと、だからその一つとして都構想も出します。で自民党の方は都構想なんかはもうダメです、じゃあ何をするのと言った時にないんですね。でこれが現状なんです。で大阪以外の人はそんなもん好きにやったらっていう感じなんですけどもね、橋本知事が大阪府全体としてやった行政改革で、橋本市長が、市長としてやったですね、お金の無駄遣いの、あるいは組織の改革とかいうのは高く評価してます。ですからそういう意味でですね、おそらくこの選挙は
選挙戦としてはですね、その圧倒的にその反対連合の方が強いんですけどね、おそらく市民感情としては橋本さんは言ったことを結構やってきたし、実際にかなり改善をしてきたというふうな見方が多いと思います。で、まあ、私個人もですね、よくやったなと思ってます。ただやっぱり気に入らないのはですね、その原発再稼働については、なんか石原慎太郎さんと、合併したことによってですね、なんかその意見が揺らいだり、なんか結構まあやんちゃですよね。で、だからなんか政治家としての信頼はちょっと弱いなと思います。で、ただ市長としての、手腕というか、実績は評価しています。だから、私は今度の選挙でどうしようかなというと、やっぱり実績のある、能力のある人を選ぼうと思っております。